夢タウン豊富は山口県豊富市にあるショッピングセンターである。1994年に開業した。1988年に泉豊富店として開業。同店の敷地には1983年まで山口県立中央病院があり、病院の移転後は駐車場になっていた。現在の夢タウン豊富は1994年に 泉豊富店の反対側にある土地に4階建ての建物を新築開業したものである。移転後、泉豊富店の建物は解体され、跡地は夢タウン豊富の駐車場として使われている。開業後何度か改装を行っており、2005年にはベスト電機が4階に開業した。しかし、デオデオ豊富店の改装による店舗拡大やコスパ豊富店内に、 山田電機豊富店が開業したこともあり、2011年に撤退、結果的に豊富市内からベスト電機が撤退することとなった。立体駐車場が併設されている。毎年8月5日の豊富天満宮五丹震災花火大会開催時には営業時間を延長して立体駐車場の屋上を開放している。泉豊富店の跡地にある 平面駐車場はイベントで使われることが多く、主なものとしてデザインプラザホフが主催する地場産フェアが挙げられる。敷地内にテントが張られ地場産食品の販売が行われる。4階建ての建物であり、1から3階までは中央部が吹き抜けとなっている。かつて中央部の吹き抜けにはベンチやテレビが設置されていたほか、サーティワンアイスクリームが出店していた。 ありがとうございます。